extreme poverty in its history in China, officials say. Inequality is a different matter ということで、極貧は中国の歴史だと役人は言う。不平等はまた別問題だ。これね、あなた知ってるかな？李克強がさ、去年の全人代かなんかの会議でさ、6億人がまだ、月間の所得が140ドルだって言っちゃったんですよね。で、習近平はもう極貧がなくなったって言ったんだけど、実際には6億人もまたいるんですよね。6億人ってめちゃくちゃ多くないですか？だから1ヶ月140ドルだから、まあすごい貧しいよね。1回140ドルってどういうことかな。140割る30だから4.6ドル。1日4.6ドル。まあ極貧じゃないな。4.6ドルだからちょっと貧しい感じかな。それで、その中をね、ちょっと今日、面白い話なんで、これ、3日分を多分今日1日で見れると思いますけど、Early in December, China announced that it had eradicated extreme poverty within this, its territory. これ、画面共有をしてあ、ほしい画で面す。共有か、ごめんごめん。これは、シェアスクリーン。こっちだよな。共有したかな。あ、来ました。で、Early in December, China announced that it had eradicated extreme poverty within its territory. これは、within its territory って言ってるんだけど、これはね、多分ね、中国ですね。中国の、極貧を撲滅したと、中国は昨年の12月の早い時期にアナウンスしたと。でもそれアナウンスしたんだけど、実は習近平はそう言ったんだけど、李克強が、いや、そんなことない。まだ140ドル、月間140ドルの国民が6億人いるよっていうことを言ったんですね。140ドルっていうと、1日にやると4.6ドルだから、エクストリームポバティではないんですね。貧しい人はまだまだいるよと言ったんですね。This achievement is breathtaking in scale. 規模において、とんでもない、驚くべきことです。その達成は、規模において驚くべきことですね。By the World Bank's estimate、世界銀行の見積もりによると、Some 800 million people in China have escaped penury. ペニリーってこれ初めて知った単語ですけど、貧乏とか赤貧、ペニリーですね。In the past 4 decades、 過去40年間で、中国は8億人が貧困から貧乏から出したということですね。これもね、毛沢東の時はもう96%ぐらいエクストリームポバティだったんですよね。で、この過去40年とか30年とか言われてもピンとこないんですけどね。でも実際には8億人が過去40年で貧乏から出したっていうことですよね。まあ、どっかの数字で覚えておけばいいと思うんですけど、It's a triumph for the ages too。これね、for the ages ってね、記念すべきという意味があるんですよね。記念すべき勝利でもあると。As state media have noted、 まあ、ステートメディアだから人民日報でしょうね、が言ったと言って。Never before in the country's history has destitution。 これもね、デスティテューションと同じ意味なんですけど、貧困の意味。このね、イコノミストってね、やたら語彙力を誇るんですよね。同じ意味を違う単語で使うんですね。Has destitution come anywhere close to being eliminated。 これは Never before in the country's history、 国の歴史で未だかってなかったというのは、 has destination come、 貧困ですよね。 come anywhere close to being eliminated、 eliminate はなくなる、
ちょっと待ってください。これどういう意味だったかな。Never before in the country's history has the situation come anywhere close to being eliminated.これどういう意味だったかな。Come anywhere close to be eliminated. 削除される。削除される。なくなる。Come anywhere. これが何だったな。Never before. 国の歴史の中で勝ってなかった。貧困が、貧困がほぼその根絶されることはみたいな、そんな感じじゃないですか。うん、これね、こういうことです。貧困がね、根絶されるような近いところはどこにもなかった。貧困がね、根絶されるようなに近いようなところはどこにもなかった。だからあったってことですね。Anywhere ってどこ、貧困が close to be eliminated、 貧困がなくなるようなところはどこに、要するに貧困がなくなるような、貧困がなくなるようなところを、全部なくなってしまうようなことは歴史においてなかったって、そういう意味ですよね。Anywhere ってどこにもその、エリミネートされるような近いところはなかったって、今まで歴史において。だから貧困があったってことですよね。いいかな。 Come anywhere close to be eliminated。 はい、そういう、そうだよね。 Never before だからね。で、あと、